皆さん、こんにちは。今日は、Google スライドに音声を、埋め込む方法をちょっと調べてみて、やってみた。うまくいきそうなので、ちょっとご紹介してみたいと思います。ですね、まず最初にアドオンというのを入れる必要があります。これはですね、あ、ごめん、アドオンじゃなかった。ちょっと待ってね。オーディオプレイヤー、for スライドというのを、これは拡張機能ですね。拡張機能で、これをインストールする必要があります。Google、Chrome Store だっけ？ Google Chrome Store とか言って、この拡張機能を入れます。オーディオプレイヤー for スライズ、EdTech Team というところが作っていますね。はい。で、これをやると、例えばですね、何でもいいんですけど、画面にですね、何か図形を入れてみましょう。なんか音声っぽい図形はないですかね。音声っぽい図形がないので、しょうがないから、まあ、こういう顔とかちょっと入れてみますよ。で、この顔を、右クリックするとですね、マネージオーディオっていうのが出てきます。一番上のところに。これを、クリックすると、ですね。あ、まあいいや。もう、さっきこれを使った別の、実験でやってみたのがあるので、ちょっと、まず印刷するところから行ってみましょう。普通はこういう画面が出ます。だけど、何も音声ファイルがないときは、ここでちょっと、録音してしまえばいいわけですね。はい。スタートリコーディングしますよ。はい。皆さん、こんにちは。これは、Google スライドに、音声ファイルを埋め込むという、そういうデモンストレーションをしているところです。皆さん、さようなら。はい。で、今、プロセッシングオーディオというのが出ていますね。もう終わったのか。はい。で、これを赤いところを押すと、セーブオーディオっていうのがありますから、これを、保存しますね。何しましょうか。テスト01ぐらいにしておきましょう。はい。Audio is saved to your Google Drive と書いてあります。はい。でも、これはできているはずなので、close にしますね。で、そうすると、この、オーディオファイルを選ぶ画面がリフレッシュされますから、ちょっと待ちますね。来ませんね。長くかかるようだったら、ここは後で編集しちゃいましょう。編集っていうか、カットしちゃいましょう。まだ来ないの。来ませんね。すいません。来た来た。はい。テスト01。このテスト01っていうのはさっきのやつですね。ちょっと聞いてみましょうか。あ、皆さんには聞こえないかもしれませんが。皆さん、こんにちは。これは、Google スライドに、音声ファイルを埋め込む。はい、僕には聞こえてます。ちゃんと音声が、録音されてます皆さん、ね。さようなら。じゃあ、これを、ここのところを、クリックするとプレイですけど、この全体的なところを、クリックすると、アタッチオーディオになるわけですね。ループオーディオ、ループしなくてもいいよね。はい。アプライしてみました。で、これがもう入ったので、もうリンクとなので、これで終わりなわけですね。はい。で、そうですね。これね、これは、プレゼンテーションを始めるとすぐに、この音声が、再生が始まるので、その前に別の、再生する、しまった。はい。再生する前のスライドというのを入れておきます。ちなみに、今は Chrome OS じゃないので、Windows なので、ここキーボードを使っていますが、Chrome OS だとこういうところ全部音声で、入力することができます。すいません、関係なかったですね。はい。じゃあ、プレゼンテーションを開始を押してみます。はい、押しました。この状況では、再生されないんですが、一回クリックして次のスライドを開くと、同時に多分音声が再生されるようになると思います。今クリックしますね。でも、皆さん聞こえないかもしれません。はい。はい。皆さん、こんにちは。これは、聞こえますでしょうか。Google スライドに、音声ファイルを埋め込むという、そういうデモンストレーションをしているところです。皆さん、さようなら。聞こえなかったかもしれませんね。ちょっとわかんない。聞こえたかどうかわかりませんが、今、このスライドを開いたところで、ちょうど、さっき僕が、録音した音声が流れたところです。はい。で、これで、Google スライドに音声を埋め込む方法。
というのを、その後紹介を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。止まんないんだけど。止まんないんですけど。何？止まんないよ。はい、皆さんこんにちは。いや、それはいいんだけど。これは、Google スライドに、音声ファイルを埋め込むという、そういうデモンストレーションをしているところです。ストップしてやれ。